はい。えっ、ー、と、それではですね、えっ、ー、と、まあ、ちょっと、最初の方はいつも事務連絡みたいに感じなので、えー、早速始めておきたいと思います。えー、改めまして、えー、今日は、えー、サービスオペレーションズエクスペリエンスでタイトルになってますけども、ワークスペースに関しての、えー、ウェビナーになります。よろしくお願いします。 はい、えー。早速始めていきます。えっ、ー、と、いつものようにですね、セーフハーバーの、えっ、ー、と、お願いになります。で今日は、えっ、ー、と、もしかしたらご質問とかがあって、えっ、ー、と、今後の、えー、AI に関する、えー、お話とかも出るかもしれませんので、えー、特にまあその辺はですね、まだリリースされていないもので、ね、お話になりますので、えー、それを元に、えっ、ー、と、 購入とかですね、ご契約変更の意思決定をされるようなことが、えー、ないようにお願いできればと思います。でああ、将来こんなことになるかもしれないんだなという不確定情報としてご理解いただければと思います。はい。えー、っと、そうですね。これ、あの、いつもご紹介してますけれども、えー、この、えー、っと、ライブオンサービスのウシリーズというのは、えー、ライブでですね、えー、っと、あらゆる、えー はい。まあ、機能のですね、ご紹介をさせていただく、えー、短い1時間のセッションになります。でどちらかというと、少、えー、人数でもいいんですけども、えー、と皆さんと、えっ、ー、と、インタラクティブにですね、えー、知識のアップデートしていただくような、えー、そんなことを目的としています。コミュニティのサイトに,にご紹介されていますので、 こちらのリンクですね。今、あの、チャットに上、あの、リンク貼りましたけども、こちらから入っていただければ、えっと、今後の、えっ、ー、と、スケジュールですね。が、えー、記載されてますね。そちらからお申し込みいただければと思います。それから、えっ、ー、と、ハウスキーピングですね。ええー、いつも えっと、あんまりギリ,ギリギリで時間がなかったりとかするんですけども、最後にですね、Q&A 用の時間を設け、えー、たいと思ってますので、途中何かご質問とかあればですね、えー、Q&A ボタンから、えー、とご利用いただいて、えー、そこに投稿していただければと思います。で何かあとですね、途中で、えー、お話しされたいっていう場合は、えー、と手を挙げていただいて、えー、いただけたらいいかなと思います。それから、えー、とプレゼンテーションの様子っていうのは、 えー、録画されますので、えー、録画されて後でコミュニティで共有されます、えっ、ー、と、YouTube、えー、でに、えー、アップされますので、えっ、ー、と、ぜひですね、見逃された方に、えー、ご案内いただければと思います。 それから、えー、最後になりますけども、イベント終了後、簡単なアンケート,アンケートをですね、お願いしています。えー、ぜひ、えー、ご意見をお寄せいただいて、今後の、えー、改善に役立てたいと思います。いろんな、こんなテーマで話してほしいですとかあれば、えー、ぜひ、えー、お話しくださいあ。投稿してください。はい。 あと、えー、もうなんか、何度もですね、私しか日本語版やってないので、えー、ご紹介するまでもないんですけども、えっ、ー、と、私、えー、今日のスピーカーは、えっ、ー、と、アウトバウンドプロダクトマネジメントという、えっ、ー、と、の、えー、組織の中で、ITSMBU ですね、の担当になってます、小林理恵と申します。よろしくお願いいたします。 はい。えっ、ー、と、早速ですけども、ここで一つ、えっ、ー、と、ポールですね。ちょっと皆さんに、えっ、ー、と、質問を投げたいと思います。えっ、ー、と、回答をお願いしたいと思います。はい。えっ、ー、と、質問ですね。サービスオペレーションズワークスペースを使用されてますかということで、皆さんのその、えー、今日の参加者の皆さんが、サービスオペレーションズワークスペース、SOW って言わせていただきますけども、についてどのぐらい、えー、ご存知で、どんな、 えー、利用状況なのかみたいについて、えー、質問させて、把握させていただきたいので、えっ、ー、と、ぜひ、回答お願いしたいと思います。はい、えっ、ー、と、早速、えー、入れていただいています。ね。はい。はい、ありがとうございます。 はい、えー。全員回答いただきましてありがとうございました。えっ、ー、と、そうですね。結果を共有させていただきますけども。あ、7名様。ちょっと、今入られた方がいるのかな。すいません。えっ、ー、と、まあ、回答の結果はですね、えー、ご存じないという方が半分。それから、えぇ、ー、まあ、知ってますけども、もっと詳しく知りたいですと。 えー、ということで、現在ご利用中のお客様が、えー、今日はいらっしゃらないという感じで理解させていただきました。ありがとうございます。はい。えっ、ー、と、それではですね。えっ、ー、と、そういう手でですね、<laughs> 理解させていただきましたのでお話しさせていただきます。はい。ありがとうございました。はい。では早速、サービスオペレーションについてですね。サービスオペレーションという言葉は、えっ、ー、と、まあ、 なんとなく把握されてるのかなとかですね。IT、IL、をご存知の方にとっては、えー、耳馴染みがいい言葉なのかなと思いますけども、えー、特にですね、IT、あの、サービスナウの文脈におけるサービスオペレーションについてちょっとお話をさせていただきます。はい。えっ、ー、と、まあ、皆さんの組織でですね、特に IT が直面している現在の状況をちょっとまずは洗い出してみる 思ってますで、あの、やっぱりクラウド化って、あの、進んでますよね。皆さんの組織でも結構クラウド、えー、ネイティブの、えー、アプリケーションをいっぱい使われているようになっているんじゃないかなと思います。そうすると、クラウドの環境ってやっぱり、えっ、ー、と、マイクロサービスとかですね、使ったりとか、まあ、えーまあ、コンテナとかですねあの、あったりして、いろんな意味ですごく複雑な、えっ、ー、と、管理をしなければいけなくなると。 細々、ま、とした管理が増えてますよと。で、まあ、それに伴ってというかですね、インシデントも、えー、増える傾向にありますよね。 そして、まあそういった、えー、ことで新しいテクノロジーに対する対応をしなければいけなかったりとか、いまあ、一方でですね、えー、既存のしんあ、まあ、信頼性の低いって言っちゃうはあれですけれども、自分たちで、えー、とオンプレミスで管理してきているレガシーシステムとかもあって、そういうのも含めて、えー、とても、えー、と IT の、えー、現場っていうのは、えー、疲弊してしまっているような、そんな状況があるかなと思います。 でそうすると、やっぱり従業員、えー、の、えー、満足度っていうのが、えー、下がってきたりとか、えー、人によって充実してなかったりとか、えー、まあ疲れてたりとかっていうことから、えー、まあ満足度が下がってしまうと。でそうすると、やっぱり、えー、今人手不足と言われている中で人材、えー、を維持することって難しくなってたりとかしますと。でさらにまあビジネス側からの、えー 要求もあの、まあ、期待値っていうのが高くなってきてまして、どん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 、えー、もっと早くですねあの市場投入の速度を上げてくれないかっていう圧力があったりとか、それから、えっと、レスポンスを、えー、早いレスポンスを、えー、求められたりとかする、そんな対応もしなければいけない。で一方でやっぱりその、えー、いろんな セキュリティの脅威っていうのもありますと。それに対する備えもしなければいけない。対応しなければいけない。そして、えーまあ、セキュリティ関連もありますし、あとは要求されるガバナンスの強化に対する、えーまあ、対応っていうのもあります。ということで、えーまあ、従来よりもかなり複雑で、しかも、えー、辛い、えー、作業っていうのが、えー、増えてるのかなっていう感じですね。 特にですね、パンデミック、えー、とかによってですね、えー、DX の機運っていうのが、まあ、より、えー、高まってですね、加速しなきゃいけないというような状況で、ビジネス側っていうのはテクノロジーサービスにどんどん依存度が増えていく一方で、予算はそんなにそれほど増やしてもらえないと。 そして、えーまあ、そういう中で、えーまあ、加速しろと言われている中で、デジタルトランスフォーメーションがなかなかうまく進まない理由というのは、IT の組織の問題、えー、従来から変わらないサイド化された業務に、えーまあ、課題があるんじゃないかなというところが、まあ、見えてきています。ですね。はい。で、 サービスナウにおけるサービスオペレーションという言葉なんですけども、えー、IT サービスマネジメント、えー、っていう、えー、領域と、それから IT オペレーションマネジメント、えー、の領域を統合するという意味を、えーしえー、指しています。で、ほとんどの IT 部門っていうのは、それぞれ独立したチームがですね、まあ、時には、えー、全く違う会社だったりとか、まあ、アウトソーシングしてたりとか、えー、ありますよね。 えー、全く違う組織が別々のツールを使ってサービスマネジメントとオペレーションマネジメントを運営していたりとかします。で、そのサイロ化した状態が複雑さを増していて、効率化を、えー、妨げているという中で、じゃあ、あの、その、えーい、今、先ほどお話ししたような、えー、高度化しなければいけない、えーまあ、サービスやオペレーションに対してどうやって、えー、対応していかなきゃいけない、えー、かあの、 いいけなで、えっ、ー、と、それに対してですね、サービスナウの、えーまあえー、答えというのがですね、IT オペレーションと IT サービスを単一のデータモデルで統合するという、まう、あ、皆さんもうすでにご存知だと思いますけども、サービスナウはワンプラットフォーム上で、ワンデータベース、えー、という、えーまあ、作りになってますので、まあ、統合がすごく簡単ですとですね。 えー、まあ、すでにさ、あの、データを参照、えー、し合える関係にあります。で、そうすると、サービス停止を事前に予測防止したりとかですね、また AI を活用して従業員を支援するというようなことによって、サービス担当者の負荷を激減することができるようになります。で、えー、っと、まあ、 じゃあどういったことで実現するんですかって話なんですけども、まあ、右側、この図の右側にオペレーションマネジメントということで、インフラとアプリを重視するということで、まあ、あの皆さんもすでにご存知かと思いますけども、えー、サービスなの CMDB ですね、えー、データ、コモンサービスデータモデルに基づいて、えー、蓄積されている、あ,あらゆる、えー、とインフラ、それからクラウド、アプリケーションとかのですね、えー、正確な情報が アイテムによって維持管理されると。で、さらに、えー、と、ここのイベントですね、管理ツールとの連携により、それとその正確な CMDB の情報の組み合わせによる正しい情報いが維持されます。最新のステータスが常に確認できる情報がここにあるんですね。で、さらにですね、サービスなどのプレディクティブ a i オプスここに矢印ありますけども、 えー、というのが、えー、とても革新的でですね、業界ではとてもユニークな存在になってまして、既存の監視ツールと連携して、イベントやログ、えー、メトリックスなどのデータをソースから収集して、マシンラーニングのアナリックスを適用してユーザーに影響が及ぶ前に、問題を特定して、どこのサービスにどういう、えー、インパクトが、この、えー、ログからですね、えー、や、えー、メトリックス、イベント情報から、えー 影響がどこ、どこまで及ぶのかみたいなことをマシンラーニングによって AI がですね、特定してチームが修正するのをあのサポートしてくれるということになります。それ何がいいかっていうとですね、一般的な、えー、監視ツールとかですね、イベントマネジメントの、えー、ツールにおいては、人間が、えー、過去のデータを分析した結果、えー、指揮を設定して、このイベントとこのイベントが えっと、こういう状態で、えっ、ー、と、組み合わせあったら、えー、インシデントにしなさいだとか、えっ、ー、と、新たな、えー、アラートを作んなきゃいけないとかっていう、そういうルールをですね、人が一生懸命ですね、えー、地道にこう作って、そしてまた調整するってことをしなければいけなかったんですけども、そこを、まあ、AI にお任せしてしまいましょうかっていう話なんですね。そうすると、えっ、ー、と、 AI ですから何を見るべきかということを指示することなくですね、大量のデータを見た中で、俯瞰的に見た中で、えっ、ー、と、この、えー、症状が発生すると、こういうことが、えー、過去に起きましたよねということが把握されて、えー、まあ、アラートやインシデントに紐づけるようなことができる。今日はそのデモでですね、ちょっとそ、そういった側面もお見せできればなと思っています。 はい。まあ、こういったことだったりとか、まあ、イベントアラートを、まあ、サービスマネジメントをインシデントに昇格させるような連携だとか、それから逆に、えっ、ー、と、サービスマネジメントが左側からしてみるとですね、えー、ある変更を実施したいですってなったときに、その変更って、えー 何に対する変更なので、サービスとしてはどういうインパクトがあるんですかとかですね、影響範囲を簡単にですね、このオペレーションマネジメントのデータを使って確認して、まあえーとまあ、リスクを評価した上で、自動承認していいかどうかみたいな、デブオプスを促進するような、まあ、活動をしたりとかですね、逆に一方で、何らかの変更が CMDB に の CI ですね、えー。構成アイテムに、えー、実施されたけども、紐づく変更リクエストってないですよねってことが、えー、オペレーションマネジメント側からですね、えー、連携されて、えーまあ、緊急変更を、えー、リクエストすることができるようになったりとか、あるいは、えー、と障害が発生したから、えー、この変更の、えーえー、とバックアウトですね。えー をすぐに実施できるみたいな、そんなメリットがあったりとか、えー、します。あらゆるメリットが、えーまあ、理解できてしていただけるかなと思いますね。はい。はい。ちょっと、あの、もう少し詳細にですね、AIOps の、プレディクティブ AIOps の仕組みをお話ししたいと思います。えー、と、ここでですね、プレディクティブ、えー、サービスのプレディクティブ AIOps が、えー、と、ビジネスと のコンテキストと機械学習を使用して、えー、競争力を獲得してですね、えー、機能停止を回避して、IT の問題をプロアクティブに解決する方法、えー、どんなふうな仕組みでやるのかなみたいなお話をしたいと思います。ここは ITSM というよりも i t o ムの、えー、世界の話なので、まあ、ちょっとあのそんなに詳しくはお話ししませんが、えーと、まず左端にですね、IT ビジネスサービスの、まあ、いろんな、えー、タイプがあります。 標準的なタイプとしては、コアなビジネスアプリケーションだったりとか、えー、補助的なアプリケーションとか、顧客消費者向けサービスとか、社内バックオフィスサービス、まあ、いろんな、えー、まあサービスがですね、ビジネスサービスが、えー、まあ動いてます,かです、ね。えー、その、えー、サービスをさ、えー、と動かしているいろんな、えー、と情報がありますね。えーまあ、CI 情報があります。 どういう構成で動いてますよって話とでそ、それぞれの、えーまあ、デバイスだったり、アプリケーションから、えー、発行される、出されるあいろいろあらゆるログだったりとか、イベント情報っていうのが、まあ、モニタリングツールで収集されて、そしてサービス内に入ってきますよ、ですね、ログ、イベント、メトリックスみたいな形でもうすごい大量のデータが、えー、何万、えー、何十万と入っていきますと。 で、それをですね、えっ、ー、と、この AIOps、えー、エンジンというのがですね、拾いますということですね。えー、これらのすごい大量の豊富なデータをですね、AIOps、えー、AI がですね、えー、読み込みまして、過去の、えー、障害情報とかと、とか、それからビジネスの重要度とか、いろんな情報と組み合わせた形で、えっ、ー、と、グルーピングしたりですね、えー、それから、 えー、解決策を、えー、紐づけて自動、えーえー、復旧させたりとかですね、いろんなことが、えー、できるようになります,とです、ねはい。で、えー、とこの AIOps エンジンを使うことによって、えー、大量のですね、えー、データを、えー 10分の1まで減らすことができる90%ノイズリダクションってここに書いてありますけども、まあえー、と統計上ですね、えー、大体、えー、9割のノイズを削減することが達成できる,ようになるそうすると重要な、えー、イベントだけが拾われると。で、それを、えーまあ、意味のあるアラートにまとめて、そして、えー、対応策を。えーとあの おすすめしたりとかですね、レコメンドしたりとか、それから、この状況が重なると、こんな障害に発展するんだよっていう過去の、えー、情報をと、とマッチングした形で、あ今回、あと、えー、30分この状況続いたら、えー、システムダウンになるな、みたいな話だとかですね、そういったことを、まあ、理解して、えー、お知らせしてくれると。ですね。で、p r ィ d i c t AI オプスのソリューションっていうのは、問題が発生する前に問題を予測して根本、えー、原因を特定して、 そして、あの、まあ、優先度の高いですね、P1、P2 インシデントを大幅に削減させたりとか、それから、まあ、解決時間ですね、MTTR を40%削減するというような、そんなデータもありますので、よ,よりですね、えっ、ー、と、ビジネスの安定稼働に紐、ねまあ、づくことができるというふうに言われています。はい。で、まあ、それを使って、 ゃあ活用したサービスオペレーションズワークスペースというのが、まあえー、とこれからご紹介することなんですね、になります。えー、と今、ちょっと AIOPS なので、アイテム関連の話でしたが、これからは、えー、とサービスマネージメントの方を、えー、重点的にお話しさせていただきたいと思います。サービスオペレーションズワークスペースというのは、 えー、まあ、IT オペレーションとサービス管理の、えー、機能を統合してサービスの信頼性を自動化して改善する最新のベストプラクティスを可能にするというふうに、えー、話したいと思います。お伝えします。で、えー、まあ、位置づけですね。どういったものなのかというと、えー、まあ、従来型のですね、まあ、ええー、と、u 六1 6、えー、クラシックフ,レ、えー、フォーム。 えー、を使い慣れてる皆さんが多いかなと思います。それから、すいません。えっ、ー、と、n e ク t e x p e r i e になっても、やっぱり、えっ、ー、と、プラットフォーム、えー、インターフェースを使われてるお客様っていうのは結構多いのかなと思いますけれども、えっ、ー、と、それでサンディエゴより前に、ちょっと前に出た、えっ、ー、と、i t サービスマネジメントだと、エージェントワークスペースっていうのがありましたと。 それから、えっ、ー、と、アイトムではですね、オペレーターワークスペースっていうのが、えー、ありました。それから、まあ、えっ、ー、と、サイトリライアビリティオペレーションっていうのは、えー、ワークスペースとかですね、まあ、いろんなワークスペースが、えっ、ー、と、ありましたと。ただ、やっぱりサービスオペレーションを考えたときに、やっぱりそれぞれが独立してあるというと、えー、すごく使い勝手が悪いですよね、ということで、まあ、サービスオペレーションズというですね、文脈の、えー、延長線上で、 えー、サービスオペレーションズワークスペースというのを、えー、開発しましたという。まあそんな、えー、ものになります。で、えー、っと、サンディエゴからですね、ねえー、っとリリースされた新しいクス x t クペス e d i e エンスのフレームワークを使った、えー、サービスオペレーションズワークスペースというのが、えー、できまして、えーまあ、ここ、えー、一箇所によってですね、えー、右側にあるような、えー プラットフォームですね。NOW プラットフォームの様々な便利なケーパビリティをですね、えー、活用して、リッチなですね、えー、ユーザー体験、フルフィラーの皆さんに対するリッチなユーザー体験をご紹介しているというようなものだと思っていただければと思います。はい。で、まあ、構成なんですけども、 えー、まあちょっと IT サービスマネージメントに、えー、スコープを絞った形でご紹介しますけども、まず、まぁ、あ、ユーザーインタラクションチャンネルっていうのが、例えばポータルだとかですね、それからモバイル、えー、とかのインターフェースで、えー、まあユーザーから、えー、イニシエーションされます。えー、まあ電子メールだったりとか、セルフサービスとか、まあ、これポータルですね。えー、ポータルよ、モバイルからセルフサービスだったりとか、あるいは、まあえっ、ー、と、電話、えー、による 問い合わせだったり。だから、ウォークアップだったり、ライブチャットだったりなんか、いろんな、えー、チャンネルからユーザーが問い合わせありますと。で、えー、その、えー、問い合わせに対して、えー、例えば電話やウォークアップやライブチャットだと、えー、一旦ですね、インタラクションレコードっていうのが作られまして、えー、その、えー、ユーザーと、それから、えー、っと、フルフィラー側との、えー、まあ、やりとりっていうのがインタラクションに記録されてきます。 そしてその後ですね、えー、実際にじゃ例えばインシデントになるのか、えー、あのリクエストなのか変更要求なのかみたいな形でそれぞれのタスクタイプのレコードが作られるとですね、いうことになります。まあ、えっ、ー、と、セルフサービスから直接だったりとか、まあ、電子メールからっていう場合もやりますけども、ここはまあ従来通りですね、あるかなと思います。で、えー、そして、えー、まあさらに進むとインシデントのタスクを作ったりとか、 えー、アウテージ、えー、レコードを作ったりとか、問題、えー、リクエストみたいなのが、えー、新たに作られる場合もあるかなと思いますけども、こういったの、えっ、ー、と、左、右側のですね、この領域を、えー、カバーしているというのが、ITSM のサービスオペレーションズワークスペースの、えーと、機能だと思っていただければなと思います。 ということで、早速ですね、えっ、ー、と、実機で確認してみていただければと思います。ご紹介させていただきますね。えっ、ー、と、ここまででご質問とかは、えー、特にないかなと思いますので、えっ、ー、と、早速ですね、えっ、ー、と、話したいと思います。まず、あの、ちょっと、えー、専門領域ではないんですけども、アイトムの、えー、まあ、文脈における、えー、サービスオペレーションズワークスペースの えー、簡単なご紹介をさせていただいて、その流れで ITSM みたいな形でご紹介したいと思います。まずこの、えっ、ー、と、アメリアさんですね。っていう方なんですけども、えー、この方はオペレーターだと思ってください。えー、サービスオペレーションズうワークスペースを、えー、アメリアさんが開きますと、オペレーターなので、えー、この画面が出てきますね。えーと サービスデスクの方はまた別の、えー、先後ほどご紹介しますけども、えー、画面、えー、ランディング画面があります。ここで、まあ、えーと、自分にアサレにされている関連する、えー、アラートだったり、それから、 自分が担当するサービスの内容、状況が今どうなっているのかとかですね、そういったものがすぐ分かるようになっていますが、やっぱりオペレーターの人にしてみると、一番、えー、常に開いていなきゃいけないのはこちらの感じかなと思いますね。自分が担当する、えーまあえー、システムだったりとかサービスの、えー、ヘルスチェックですね、えー、健康状態っていうのを一番 えー、みたいかなと思います。まあまあ、グリーンのやつは、あの、うまく、えー、普通に動いていて、そして何か、えー、アラートが、えー、識別されると、こんな形で出てきます。で、この、えっ、ー、と、内容はですね、あの、どちらかというとサービス、どちらかというとっていうかですね、えっ、ー、と、サービスのコンテキストで、えー、どのサービスに今、えー、異常が発生していて、えー、どんなアラートが出ていて、そして、えー、何を、 えー、対応しなければいけないかみたいなことが、まあ、すぐ分かるように、えーまあ、例えばビ、重要なビジネスサービスにおける、えー、障害っていうのは、やっぱり他の障害に比べて、えー、優先して解決しなきゃいけないということが分かるので、こんな形で、えー、と出ます,とです、ね。で、えーと、じゃあ、右、えー、どうなってるのみたいな話なんですけども、何が起きてるかを知るためには、このアラート。 をえー、見たいでしょってことですねでここは、その、重要な、ええー、っとい、サービスにおいて、重大な障害が発生していてえ、緊急度を要するものっていうような、そんな形で、えー、っと、優先度、順にこうやって、えー、っと、アラートが出ていますとですね。で、さらに、グループオブアラートっていうふうに、ここに書かれてるんですけども、先ほどちょっと、えー、っと、 前半でご紹介させていただいた a i オプスの、えー、観点だと、いろんな複数のアラート、イベントからですね、アラートをグルーピング化してですね、えー、まあ、関連しそうなものを集約しますよって話をしてました。なので、この、えー、グループアラートオーバーアラートっていうのは、えー、あの他に出ている、えー、アラートの中でも、これとこれとこれって、えー、関連していますよということを AI が識別してですね、グループにしてくれますよと。 でそのじゃどんなものが起きてるのかなみたいなことで、えっ、ー、と、確認さしますと、えーえっと、オラクルデビーっていう、えー、キーワードに関するログが、えー、ものすごく、えー、大量に発生してますよというメッセージになります。で、関連するグループっていうのが、まあ、ボリュームオブログウィズオラクル d ーだったりとか、それから、ザボリュームオブイベントウィズ h t p ステータスコード四マル八 が、えー、たくさんありますみたいなとことは、まあ、こうやってグループが出てきます。まあ、それのうちの一つを開いてみると、えっと、この通りですね。普段、えー、そんなに多く発生してなかった、えっ、ー、と、イベントが、ログがですね、ログ,ログがすごく、オ、えー、ラクルのログがいっぱい、えー、出てますよとか、かどこの、 えー、ci ですね、えー。構成アイテムで発生しているのかとか、それから、えー、影響を受けるサービスですね。サービス観点で、えー、影響を受けるのがどこですよみたいな話だったりとか、まあ、このオーダーステータスっていう、えー、ビジネス、えー、サービスがですね、影響を受けてますよ。で、えっ、ー、と、ログの中身の構成を見てみると、えっ、ー、と、 そうですね、ゲットとか408とかです、ね、異常に大量に出てますみたいな話で、えー、がありますと。で、これって何だったんですかねみたいな話をすると、えー、と出始めた頃、えー、からえか、ー、ると、どうもこの変更が原因だったんじゃないかみたいなところまで見つけてくれる、でこれがプレディクティ i a i オプスの、えー、すごいところかなと思いますね。 そんな感じで、えっ、ー、と、まあ、じゃあ詳細はっていう感じで見てみると、えっ、ー、と、このアラートの内容っていうのが具体的把握されますですね。だったりとか、で、関連するレコードはという、まあ、関連レコード情報を見れたりとかですね。えー、どんな、どのイベントそれから、えー、影響を受けるサービス、 情報だったりとかですね。構成アイテム。で、さらに、えっ、ー、と、関連する構成アイテムの、この VWINX422、えーに,えー、における、えー、CPU の情報だったり、メモリー情報だったりとか、ディスクスペースだったりとかですね。これ重要ですね。もうゼロに近づいてきてますみたいなことが、こんな形で、えー、見れますと。 まあこういった状況からですね、これは、えーまあ、すぐに対応しなきゃいけないということがわかるので、えー、プレイブックはですね、まあ、この、この、こういうメッセージが出たときには、えー、こういう対応をしなさいよということがあらかじめ、えー、作られているので、プレイブックに従ってオペレーターは、えー、対応を行います。で、まずは、えー、ユーザーインパクトの評価をしなさいと。で、やりましたね。 そして、えー、ビジネスにか関してですね、今、このオーダース,ペステータスというサービスが、えー、問題発生していますということを、えー、皆さんにお伝えし,しなきゃいけないのです、お伝えしてくださいねということですね。で、まあ、ここで、えー、裏側で何やってるかというと、えー、ノーティフィケーションを、えー、全ユーザーにですね、えー、知らせるということをしました。でさらに、 えーリミ、リミディエーションということで解決策を実行しなさいよということで、えー、と、まず、インシデント、あえー、ですね、サービスレグレデーションの、えー、実行したりとかですね、作業を実行したりとか、それから、えー、インシデントここから作成するみたいな。 そんなことをですね、えー、まあ、することができます。なので、えっ、ー、と、インシデント、えー、との連携ですね。イベントと、アラートとインシデントの連携というのは、ここから、あ,あの、プレイブックからもできますし、えー、プレイブックにない場合は、ここからインシデントを作るということもできますみたいな形ですね。でさらに、関連しそうな、えー、インシデントっていうのも、えー、ピックアップして、紐、えー、付けて。 いうことができます。ということですね。になります。はい。で、まあ、一方で、えー、じゃあお、サービス、あ、そうですね。一方で、じゃユーザーと今どんなものをもらってるかっていうと、こんな形で、えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、メッセージも受け取ってると思いますけども、サービスなんかですね。サービスインタラプションオーダーステータスっていう、えー、まあ、 えー、アウテージの、えー、情報がですね、えー、このようにポータルに、えー、表示されていて、えっ、ー、と、あ、すいません。えっ、ー、と、システムステータスを確認するようなことが、すぐにですね、できる。できたりとかします。ね、あ今ちょっと連携してないので、問題が起きてるステータスありませんみたいになっちゃってますけども、えー、こんな形です。それから、えっ、ー、と、じゃあ、 ITSM 側はどういう状況かっていうとですね、ど,どんな、えー、と内容で対応できるのかっていうと、えー、この楽しみさんっていう方が今、えっ、ー、と、まあ、当番になってますよみたいな形で、えっ、ー、と、楽しみさんの、えー、とパーソナライゼーションされたページが出てきてます。ですね、ワークスペースを起動するとこんな形で、こんにちは楽しみさんと、えー、言ってます。 で、えーまあ、シフトのちゃんと、えー、オンコールの、えー、スケジュールが組まれている場合はですね、こうやってプライマリーと次の待機シフトはみたいなメッセージも、えー、出すことができるようになりますし、それから、えーとまあ、デフォルトのですね、ワークスペースの、えーまあ、サービスデスクの方向けには特にですね、えー、とまず概要ページだと、えー、あなたにアサインされたインシデントとか、 それから、えー、その中で、えー、SLA をブリーチしてるですね。違反になってるものがいくつありますとかですね。えー、見浅いのインシデントとか、カタログがどれぐらいアサインされてますみたいなのがあります。で、これがその下でですね、確認することができます。カード、えー、形式だったりとか、えー、っと、これですね、SLA だと SLA に変わりますね、えー。だったりとかですね。 でそういうカード形式で、えー、まあ、大体の、えー、内容を確認することができる形にしたりとかですね。えっ、ー、と、あんまり、えー、そういうの好きじゃないですみたいな方は、えー、リストで、えー、出すことができたりとかですね。それから、えっ、ー、と、まあ、リストをエクスポートしたりとかができますね。で、さらに、えー、自分の仕事だけじゃなくて、チームの作業を、えー、に切り替えることもできます。 ですね。こんなページになります。それから、えっ、ー、と、右側、お知らせですけども、こちらは、えー、先ほど、えっ、ー、と、機能停止になっているオーダーステータスのメンテナンス情報だったりとか、今、アウテージ、関連するアウテージが見えたりとかですね、えー、スケジュールされている作業、いろいろリストでも出せます。ですね。カードで出すか、こんな形でリストで出すことができます。 それから予定のところに行くと、今日しなきゃいけないものですね。SLA 違反を含む10件を超えるインシデントの対応しなきゃいけないですよっていうメッセージがあったりとか、明日は何してくださいみたいな話。ね。それからクイックリンクというのはもう自分がよく使うリンクをここで登録していただいて、ですね。例えば、こうサービスナーム、ドキュメント使うの、よく使うので、 すいませんえっ、ー、と編集あ編集になっちゃいました製品とでまあ保存していただいてでリンクをず追加していただくことができますそれからえっ、ー、と 初めて使われる方に対しての、えー、ガイド付きツアーみたいなのは、ここで、えー、開始することができたりとかします。はい。で、えー、次のリストですけども、リストは、あの、クラシックと、えー、まあ、本,本、基本的には変わらないですね。えー、自分のお気に入りリストを、えっ、ー、と、編集していただいて、えー、編集するには、 編集するには、こ,この新しいリストを追加から、リストの、どのリスト。これあの、デフォルトのリストから元に、えー、編集するみたいな感じで、選べますね。はい。アクティブ。で、えー、っと、列、どの列を表示しますとかですね。あと、フィルター、えー、追加してみたいな形で、 えー、リストを追加します。で、じゃあ、デフォルトのリストはっていうと、アクセス、えー、コントロールがされている、えー、見で自分が見れるですね、えー、あらゆる、えー、タスクタイプのレコードや CMDB 情報だったりとか、こういったものが、えー、まあ、確認できます。ね。で、インシデントを見ようとすると、まあ、オープン中のものが、えー、これだけありますよ。どれを対応しなきゃいけないですね、みたいな話があります。 で、さらに、えー、ここにですね、インボックスっていうのが、えー、受信箱、受信箱があります。今、オフラインになってるので、空っぽなんですけども、えー、っと、ちょっとここの、えー、っと、ユーザーからですね、問い合わせをさせたいかなと思いますが、えー、っとですね。すみません。えー 今オフラインですけども、連絡可能にします。そうするとですね、今、えー、と誰にもアサインされてないインシデントのカードがパラパラパラと出てきました。この中から自分の対応をするんですけども、インシデントの、えー、対応を、えー、するばかりじゃなくてですね、えー、と例えばこの、えー、と、ジョーさん、えー、からですね、チャットで、えー すみません。英語なんですけど、ね、ライブエージェントのサポートが欲しいです、みたいな。そういう、えっ、ー、と、リクエストがされましたと。なると、えっ、ー、と、今、アクティブになっている、えー、この、く趣味さんっていう方にですね、 チャットの要求が来るので、はいはい、わかりました、みたいな形で。チャットが開いてですね。おニーズが。 やりとりが始まる。ここは、あの、ですね。よくあるのは、この、えっ、ー、と、スラッシュで始まる、えー、あらかじめ定義されたのに使うことによって、えー、作業をですね、簡素化できたりとかします。で、インタラクションレコード、レコードができますので、えー、これらのやりとりは全て履歴に、えー、記録されます。えっ、ー、と、電話で、えっ、ー、と、電話のやりとりも、ちゃんと、その、えっ、ー、と、IMS、 ツールとか使うと、記録、テキストに記録されますし、ウォークアップでのやり取りとかも全部記録されたりとかしますね。で、ここから、このチャットから、インシデントを作ったりとかですね、記憶したりとか、それから他のレコードに関連付けたりとかすることができたりとかします。はい。で、さらに、インシデントの対応ですね、っていうのを、まあ、えっと、 そうですね、まあ、こんな形でですね、開始、えー、することができます。で、やっぱりあの、クラシックのフォームのインターフェースとの大きな違いっていうのは、えっ、ー、と、複数のインシデントレコードとか、複数の、まあ、インシデントばっかりじゃなくて、チェンジとか、えー、プログレムとかですね、リクエストとかも含めて、一つの画面でタブー形式でいくつも出すことができるっていう、まあ、そういった、えっ、ー、と、 便利さがありますということですね。になります。で、さらに、えっ、ー、と、まあ、こういった形で、えー、まあ、これ、インシデントレコードのデフォルトの画面なんですけども、えー、サマリーですね。まあ、えっ、ー、と、ショートディスクリプションと、それから、えっ、ー、と、説明っていうのが、まず概要欄に出てですね。それから、えっ、ー、と、すぐにですね、このオーダース,、えー、ステータス関連だな、みたいな、 え、話が、えっ、ー、と、と、すいません。プレディクティブインテリジェンスですね、えっ、ー、と、識別されて、えー、まあ、これは、このサービスに対する、えー、まあ、問い合わせなんだと、いうことを、えー、理解して、えー、CI、影響を受ける CI だとか、影響を受ける、えー、するサービスはこれですね、みたいな話ですね。の、わかりますと。で、まあ、と、まあ、今、えっ、ー、と、 CI で表示してますね。下に影響を受ける CI っていうのが表示されますけども、サービスはどれですかみたいな話だったりとか、確認できますんですね。まあ、大まかな、えっ、ー、と、障害の内容が把握できます。で、えー、で、右側にはちょっと作成って、コンポーズっていう英語なんですけど、ちょっと、えぇ、ー、あんまり良くないです。日本語になってますが、ここで、あの、コメントと、えー、作業メモの入力っていうのが、まあ、できます。 タブになってたりしますけども、ここは、えー、と、縦にですね、スタックビューにする、えー、ことで、えー、こんな形で、えー、打つこともできます。はい。まあ、間違って、反対側に入れたりとかしないようにするためには、えー、と、スタックビューじゃない方がいいかもしれないですね。それから、アクティビティっていうのは、ここにすべて記録されていきます。 ね。ここちょっと欄が狭いな、みたいな、えー、場合は、えー、こうしてど、どっちかにですね、寄らせることもできますですね。はい。で、右側に、えー、レコメンデーションってありますけども、えー、こちらは、えーとまあ、デフォルトで、えーまあ、表示すると何があるかというと,、えー、と、関連しそうなですね、 えー、インシデントを、えー、ま、せ、あの、見せてくれますね。で、今、えっ、ー、と、こ、この問題って他にもいろんな問い合わせが来ているので、あなたの問い合わせと、えー、インシデント関連してそうですよと。で、じゃあ、これを親をインシデントとして、えー、親子関係に、えー、しましょうみたいな形もすぐに、えー、親子関係が作れたりとかしますし、えー、ですね。 それから、レコード情報を見たいときは、問い合わせしたユーザーの、えー、と、情報ですね。だったりとか、それから、まあ自分が今担当しているので、えー、すけども、別の人にアサインしたいときは、ここを使ったりとかですね、ことができます。から、えー、っと、ここ、エージェントサポート、ーアシストですね。ここ、エージェント支援っていうのは、 えっと、AI を使ってですね、関連するような情報を見つけてくれて、解決策を他のものからみあの活用したりですね、することができたりとかします。はい、え内容を見て、えー、リンクさせたりとか、えー、ですね、活用していたりとかできます。それから、 サイドバーメニューなんですけども、えー、ここにあるんですね。エキスパートオンコールっていうのは、えー、と自分がちょっと一人じゃ解決できないなって場合は、えーまあ、エキスパートの方にですね、エスカレーションするということがあると思いますけども、今オンコールで、えー、担当になっている人は誰でとですね、えーと、シフトで対応可能な人っていうのは、のがここに出てきます。ですね で、まあ、今、担当できない人がいるんだったら、じゃあ別の、えー、チームはとか、あるいは、えー、何時から、えー、担当になりますみたいな情報とかが出てきたりとか、あとは、えっ、ー、と、ちゃんとしたですね、えー、シフトが組まれていて、で、さらに、 オンコールエスカレーションっていうのは、例えば対応時間がとと30分過ぎたらとかですね、エスカレーションすることになる方も多いんですけども、そういったルールに基づいてオンコールエスカレーションっていうのを、えーとまあ、今ちょっとセットしてないですけども、えーまあ、確認あのエスカレーション情報っていうのがここに出てきたりとか、えー、することができます。で、それからちょっと、えっ、ー、とですね。 右から離れますけども、ディスカッションっていうのがありまして、これあの、サイドバーっていうですね、最近、あの、まあ、コネクトチャットっていうのの,の、えー、な、えー、代替としてですね、あの、まあ、チャットが、えー、いろんな人とできる、えー、ものになりますけど、そういう機能がありまして、それ、ディスカッションボタンを押しますと、サイドバー、えー、が始められます。で、この、えー、ここから始めることの、えー、意味っていうのは、各、えっ、ー、と、インシデントレコードごとに、 タイトルがついて、あの、複数のスレッドですね。チャットスレッドを立ち上げることができるので、いろんな人と一体他で、えっ、ー、と、別々のインシデントに対して会話をすることができますみたいな。えー、そういった、えー、機能になります。で、今、スタート、えー、スタートアサイドバーディスカッションの中に、えー、下に、件名が出てきますね。このレコードに関するオーダースクリーンブランコンャーっていう、えー、問題に関する、インシデントに関する、 えー、会話をしたいんですということで、えー、まあ、関係する、えー、チームの人に、えー、と、が、えー、あらかじめアサインされるんですけども、プラス、例えば、えー、誰かを追加するってことが、えー、できるし、あとは参加者に対するメッセージをここで始めるってことが、えー、できます。はい。で、スタートするとですね、こんな形でサイドバーが、 えー、まあだから複数、えー、これを立ち上げることができるって。まあそんな、えー、っと、機能になります。はい。で、それから、えー、やっぱり解決策をですね、が見つかったときに、えー、っと、毎回毎回手で打つの大変ですよねっていうことでテンプレートが用意されていて、えー、インシデントリゾリューションテンプレートみたいなのを、まあ、解決しましたってなったときに、うん、えっと、これを適用すると、 えー、解決ボタンを押したときに、えー、解決コードと解決メモがすでにテンプレートからセットされて、えー、と、簡単に解決レコードですね。大体いい、いつも解決策入れてませんっていうエラーになって怒られたりとかすると思うんですけども、そういったことがなくなるようなものになります。それで、えー、っと、まあ、と、従来のですね、えー、フォームで、えー、あった情報っていうのはこんな形で、 この詳細のところで確認できますね。解決策が入ってますね。テンプレートで入れられたものがあります。そして関連レコードっていうのはここで確認することができて、関連付けられている CI。それから、えっ、ー、と、自分が持っているコインシデントが誰自分は今コインシデントなので、うん、コインシデント情報ないんですけども、とかですね、関連する変更要求だったりとかもここで見れますし、あとは、えっ、ー、と、ここで ですね。変更リクエスト、インシデントタスク、ナレッジ作るとか、アウテージ作る、プログレムリ,、えー、リクエスト、えー、子供インシデントを作るとか、いろんなことがここからできますし、それから、えーえー、と、ウォークアップとの連携ですね。メール作るとか、ナレッジギャップ、えー、知らされたナレッジがちょっと違いましたみたいなことを報告したりとかもできますし、 はい。で、えっ、ー、と、ここでですね、最後に飛ばして、えー、調査というタブを開きたいと思いますが、このタブでは、えっ、ー、と、障害が発生していると思われる関連する CI のですね、えっ、ー、と、メトリックデータがこのように、えー、このページで確認できます。 これ何かというとですね、えっ、ー、と、エージェントクライアントコネクタで、えっ、ー、と、サービスナウが、えっ、ー、と、えー、各対象の、えー、インフラとかデバイスとかですね、えー、から情報を持ってくるっていう、えこともできますし、あとは、ティーム、あ、デスティームスじゃないですね、マイクロソフトのエンドポイントマネージャーですが。 そこから持ってくるっていうこともできるようになってますので、それらを使って最新のですね、現在の情報っていうのをこうやって確認することができます。できるようになりました。はい。こんな形になりますね。はい。で、いうことで、えっと、ちょっとさらにですね、ここにない、サイドバーにですね、ないいろんな機能、例えば他に、えっと、 チームのですね、えっ、ー、と、ケーパビリティをあの管理するワークフォースオプティマイゼーションっていう、えー、機能、えー、があるんですけども、えー、そちら、えー、と連携することによって、例えばこの楽、えー、しみさんの、えー、と能力は今どのぐらいで、どんなトレーニングを、えー、これから受けなきゃいけないんですとか、その、えー、プランはどうなってますみたいな情報っていうのを えっと、スケジュールしたりとか管理したりとかですね。あるいはシフトのカレンダーを、えっ、ー、と、出したりとかですね。そういったことも、えーまあ、パフォーマンス評価の内容だったりとかも、えー、見れるっていう、まあ、要は楽しみさんにとってみると、この、えー、サービスオペレーションズワークスペース一つでですね、ほぼ自分の業務っていうのが、普段の業務っていうのがまあ完結できるような、そんなものがあったり、になったりとかします。 でさらに、このアメリアさんの方ですね。えちょっと紹介してなかったのは、やっぱログ情報ですね。えー、と、対、今、調査対象になっている、えー、と、サーバーの、情報を、えーと、ログを内容見たいですよ、みたいになると、 ちょっと、えー、と、遅くなってますね。カス,あそうかカスタムレンジで、えっ、ー、19日からちょっと見たいですので。で、検索とかってやると、あら、データが、あ、あれ、データが、あすいません、これか。検索ですね。やると、あら、すいません。 あ、こっちが19日になっちゃったからですね。失礼しました。この期間のですね、カスタムレンジでログを見たいですよってなったときに、まあ、こんな形でですね、どんなメッセージのログがどこから、えー、ま、記録されているんですね、みたいな話だったりとか、それから、アラートですね、関連するアラートを えっと、確認したい場合、えっ、ー、と、例えば先週からの少ないです。えず、で、ロンから論まで。 あ、わかった。失礼しました。条件設定がされてます。まあ、こんな形で、えー、どこの、えー、ソースですね。まあ、ちょっと、えっ、ー、と、監視ツール。えー、何を使った、えー、何から来たアラートが、えー、まあ、こんな情報ですよ、みたいな。ことで、こうやって確認できる、みたいな。そんな、えー、情報あります。はい。ということで、えっ、ー、と、ちょっと駆け足になりましたけども、 えっと、デモはですね、こんな感じで終わります、はい。ちょっとまずスライドに戻りますね。はい、えー、あと少しですね。で、ちょっと、えっ、ー、と、これ以降はですね、あの、ざっとご紹介したページの紙芝居というかですね、機能をまとめたものの、 なので、えー、後で見ていただければと思います。で、じゃあどうやって始めるかなんですけども、あの、やっぱり、えー、っと、クラシック、や、それからもしかしたらエージェントワークスペースを使いのお客様もいるかなと思いますけども、でそこからちょっと、えー、ハードル高いなって思われてるかなと思いますが、えー、と、 NowCreate にですね、えっ、ー、と、ま、進める、えー、始め方っていうのが、えっ、ー、と、えー、は、紹介されてますので、そちらご確認いただくのがまずいいかなと思います。それから、えっ、ー、と、ま、いろんな、あの、コンポーネントが追加できますっていうかですね、デフォルトでも、ほ、ぼ今日はデフォルトだったんですけども、ただいろんな機能を追加することができますっていうことなんで、えっ、ー、と、何から始めますかみたいな話ですけども、えっ、ー、と、 ま、皆さん、えっ、ー、と、絶対ここからっていうのなくて、やっぱり皆さんが使っているものから、えーと、まず始めていただくのが一番いいかなと思いますね。あの、実装の正しい順序っていうのは、えー、特にないけども、一つの提案ルートとしては、一つとしては、あの、えっ、ー、と、サービスの方がしょよく紹介しているクロール、えっ、ー、と、モダナイズ、オートメーション、それからオプティマイゼーションっていうですね、えー、まあ、3段階がありますと。 で、まあ、クロールって言ってるのは最初のモタナイズの、えー、段階ですけど、まよ、あ、ハイハイですかね。赤ちゃんのハイハイのところで、まずは、えー、立ち上がるまでの、えー、と、セットアップということで、まあ、既存のですね、機能について、まあ、やっていただいて、特にアイテムっていうのは、ディスカバリとサービスグラフコネクタっていうのを使っていただいて、まあ、えっ、ー、と、しっかりした、えっ、ー、と、データ、えー、基盤を作っていただくということがいいかなと思います。 それから、えっ、ー、と、次の段階になった時には、えっ、ー、と、まあ、自動化を、えー、意識した形で、えー、仮想エージェントとかインシデント管理のプレディクティブインテリジェンスだとかですね、ティームス連携だとか、それからヘルスログ解析とかイベント管理みたいなのを、えー、まあ、AIOps も使った形で、えっ、ー、と、進めていただく。 で、最後には、えっ、ー、と、プロセスオプティマイゼーションとかワークフォースオプティマイゼーションみたいなものとの、えー、まあ、連携っていうのがいいんじゃないかなっていうふうに思います。 はい。で、えー、関連リソースの紹介ですけれども、先ほどお話しした通り、この Now Create のサクセスパックで、えーえー、導入の、えー、進め方っていうのを確認いただけますし、あとは製品ドキュメントと、それから Now Learning ですね。えー、まあちょっとすっごいなんか処方的な内容で,ですが、えー、Now Learning も用意されてますっていうのと、コミュニティの YouTube 動画とかですね、それから、えー、コミュニティのページがあります。これらが結構いい情報が入ってます。 ですのでこちらを見ていただければなと思います。はい。はい。ということで、えっ、ー、とあ、ちょっと時間がないので、これは終わりにし、あ、ちょっとやっぱり撮りたいかな。さす、えっと、あ、すいません。えっ、ー、と、急いで入れていただけたらと思います。はい。えー、概要をご理解いただけたと思いますが、えー、今日受けてですね、えー、ちょっと、今、どんなお気持ちかな。 っていうことで、えー、入れていただければと思います。はい。あ、嬉しいですね。1、2ヶ月以内にスタートさせて、させたいと思いますっていう方がいます。はい。今後6ヶ月以上ですね。っていうのもあります。はい。えー、ということで、結果を共有させていただきます。はい。ありがとうございます。えっ、ー、と、 えーえー、皆さんが一日も早くですね、サービス、オペレーションズワークスペースを使っていただけることを、えー、と期待してます、えー、ということですね。はい。ということで、えー、っと、もう、えー、時間になってしまいましたが、はい、えー、トレーニングとかですね、えー、インパクト、それからエキスパートサービスのご活用をぜひお願いしますって感じですね。 はい。すいません。ちょっと、えー、ご質問にお答えできる時間がなくなってしまいましたが、ご質問がないようなので、これで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。失礼します。